人工知能 AI 技術が大きな進歩を遂げた新時代、人類は新たな生命とも言うべき存在を生み出した。ヒューマギアと名付けられた人工知能搭載ロボは人々の生活と仕事をサポートしていた。今その技術の全てが一人の男に託された。俺が社長、社長、社長、社長。人工知能のリーディングカンパニー、ヒデンインテリジェンス代表取締役社長ヒデンアルトです。そして彼こそが仮面ライダーゼロワンである。ゼロワン。社長秘書の伊豆と申します。私についてきてください。二代目社長にヒデンアルトを任命する。人工知能という最新のテクノロジーの全てを一夜にして手に入れたアルト。ゼロワンとなった彼を放っておかない者たちがいた。ヒューマギアは残らずぶっ潰す。我々エイムズにはヒューマギアの違反を取り締まる権限があります。対人工知能特務機関のエイムズは内閣官房直属の AI 犯罪対策のスペシャリストたち。そして彼らもまた仮面ライダーだ。変身、変身。ヒューマギアをハッキングによって暴走させてしまうテロリスト、滅亡人雷ネット。今こそ人類を滅ぼす時が来た。君の仕事は人類滅亡だよ。奴らの手によって人工知能が人類を超えるシンギュラリティに達する時、人類滅亡のカウントダウンが始まる。いや、そのドライバーがあればあいつをどうにかできるんだよな。一人だけそれを止められる男がいる。ジャンプ。変身。ライジングハッパー。俺の名はゼロワン。令和の一郎ライダーゼロワン、企業のナンバーワン社長ライダーゼロワン、ゼロと一のデジタル世界を駆け抜ける AI ライダーゼロワン。ゼロワンから令和元年が始まる。お前を止められるのはただ一人、俺だ。新番組仮面ライダーゼロワン、9月1日日曜午前9時、テレビ朝日系にてスタート。